ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、海夏です。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルリマスター版の7回目の配信です。本日もコラボ配信ということで、実況テーマーボさんと一緒に5年目クリア後の世界から攻略を再開していこうかと思います。本日もよろしくお願いします。はい。コマボードレライ、コマボール。夏市の方も見れるな。まあ、来てますね。なんか周回がしやすいとかって。そう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 。ね、いろんなね、ギミックがあるんで。やってても。最近ちょっとご無沙汰なんで、ね。そうだね。みんなツアー確かに最近。まあでも、朝活でね、忙しいからね。朝活でずっとドラクエやってると、あとは、週に2回配信を、コラボ配信をね、しているので。ああ、俺のせいですね。あと、まあ。アンにお前のせいだと。いや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 。言ってるわけですね、これは。いや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 。悲しい。ただね、まあ、夜時間がね、あまり取れないのでね、やるソフトを削っていったらね、ちょっと今、モンハンできないなっていう状態ですね。まあまあ、どうしてもご家族、ね、そうですね。あれで、子守をね、順番にやったりとかしなきゃいけないですからね。はい。こちらでも、ホタルさんいらっしゃいませ、こんばんは。あと、ビッグパパさんもいらっしゃい、こんばん。はい。ちょっと、米だけ消しとくか。ほら、行きましょうか。はい。で、ですね、前回、マーボさんのところ、マーボさんがホストで、エンディングを迎えて、私もそのエンディング画面をね、見た影響なのか、セーブ画面にね、クリアした表示が出ているんですが、これで、その私もね、実際にそのホスト側としてクリアしたかどうかがね、いまいち分かっていないという、状況なんですよね。で、ちょっと一旦マイク切っていいですか？ん？ちょっと一旦マイク切りますね。ちょっと席離れます。すいません。繋いでる。多分あれですね。にゃんこですね。多分にゃんこ。なんだっけ。ノラくんじゃなくて、ネロくんじゃなくて、まあ、黒猫がね、みなちゃん飼ってるんですけども。はい。大暴れしてるんでしょうね。はい、パペアの試合、メッシュの食い。で、ですね、まあ、どうしようかなと。で、私としても、海夏の、なんだ、ラスボスの時にね、イベント戦みたいな感じがあるんですけど、海夏のやるイベント戦を見たいっていうのも、まあ、一つあるのと、なんだっけ、クリア後ダンジョンね。クリア後ダンジョンの難易度が、もうこっからがね、クリア後ダンジョンですけど、月4つとかね、おかしいんだよね。月1234567とかね。1234566とかね。クリアのこのヴィレンジェさんでヒーヒーってた連中がここ行くと、まあ多分死ねるなと。はい。死ねるなというところがあるので、まあやるとしたらですね。やるとしたら、まあ、平和ちゃん含む超強力助っ人が来てくれるんだったら、ヴィレンジェの海夏のやつとか、あとはもうクリア後ダンジョンのちょっと難易度低いのとかやりたいなっていうところが一つと、あとはまあ他のダンジョンがね、やっぱりティラムラなんて私クリアしてないので、まあ、この辺の、何ですかね、年数進めつつ、ミルルの種族集めて、この辺のダンジョンを、まあ、もうちょい育てて、まあ、いろんなレシピだったりとか、強力なアーティファクトをね、集めていきたいなっていうところが、今考えているところですね。はい。ということで、まあ、完全にね、他人頼りになっていますが、他にね、強力な助っ人が、来ない限りは、普通にね、回っていこうかなと、はい、思っております。はい、すいません、ただいま、戻りました。よい、ということで、あらかたね、さっき裏で話したことを今、サクッと説明して。はい、了解です。うい、っていうところですね。さあ、行きますか。はい。で、参加者どうですかね？いなさそうですかね。いや、平和ちゃんもね、飯食ってるので。今、感染なんですね。了解です。はい、バストいらっしゃい。多分私も久々の FFCC 配信なので、以前助けてくださった方々も多分、あれかな？そうですね、1週間ぶりなんだよね。ポゼさんから、あれいただいてるけど、誰だ？知らない人から。ありがとうございます。プレシンするときはチャットに書いてね。ということで、どこ行きましょうかね。ましょうね。
私もファンイットさんから、うん、フォローが来ているが、まあ、フォロワー返しておこう。ファンイット、ファンイットと呼ばれるじゃないですか。誰？オクトパストラベラーのカリオドの女性のカルド。やってないから、体験版しかやってないから。なにまだ体験版しかやってない。やりたいなと思いつつ。なにグラフィックとストーリーはいいけど、なんかいろんなシステム面が微妙で、俺の中では65点ゲームのオクトパストラベラーやってないと。結構絶賛してなかったっけ。いやだからストーリーとグラフィックはすごい良かったですよ。ああ、なるほどね。いろいろこのレベルのシステムとかが、もうちょいなんか改善できたかなっていう微妙な点数。結構微妙な点数だよね。ああ、いやいや、9大点はほら、60点からほら、合格、ね、一応ライン。さんが、先ほどの、ハイットさん。ハイットさんかな、じゃあ。海の土に送っていただいた、チャールさんが、私のところはね、また、フレンドコールはマーボの方で、あ、プリムロゼ、あ、そうか、プリムロゼも、ああ、また、多分私です。了解です。今、登録しておきました。プリムロゼいいよね。あの、重たいストーリー、俺は好きです。わからね。ストーリーだけ見たらすごくいいんですよ。あ、ストーリーだけね、そう。ええ、すごいね、ストーリー気になってたんだけどね。さあさあさあ、じゃあ、行きますか。そうっすね。じゃあ、マンボさん、とりあえず行きたいところ、もらっていいですか。マッシュでいいですか。はい。多分、ほぼほぼね、一緒だと思うんだよね。そしたらね、本当に申し訳ないですよ。ティダ村をね、まだ一回もクリアしてないんですよ。あれ、そうなんだ。そうそうそう、海なしとクリアしたじゃない。海なしとクリアしたんだけど、私の方にミルラの雫が入らず、何だったかな、何か、あ、そうだ。で、裏でミルラの雫を集めたいと思ったんだけど、うんうん、その時に入った、このリバーブル街道が、ミルラの雫が復活しちゃってて、年数が進んでしまい、そう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 、で、結局このティダ村に行けなくなり、みたいな。そうか、そうか。なるほど。いや、まずそこ行きたいね、今のところ。のはずだったんだけどね。まさかラストダンジョンなんかよくわかんない仕様になってましたけれども。ということで、よかったらティダ村をちょっと一回やってもいいですか？はい、了解です。多分これ私も2回目じゃないかな。1回しか行った記憶ないんだけど。で、とりあえず海夏市だけでいいですかね。プリモナズさん、シャールさんもね、もし参加されるようでしたらおっしゃってください。で、じゃあ海夏市と、二人旅で。あ、もう親戚来たかな？今一応送ったんですが、どうしてさ、いや、水曜日はすいませんよね。あ、いえいえ、大丈夫です。こっちも空いた時間で動画作ったりしてたんで。お、さすが。合体攻撃で敵を倒す。あ、準備 OK じゃない。これはファイアリングが大事ですね。で、ケアルリングを入れの。あ、そうだ、ティダ村はファイアいるね。そうですね。ティダ村はファイア大事なんで。って感じかな。どの村よりも太陽の、どうも上原愛です。あ、それでやるんそうだな。やっぱ魔法がね、魔法が大事なとこだから。いや、ほんとマジ超久々。で、これレベル2になってるのかな、多分。行きましょうか。ちょっと待って。なんで？あ、大丈夫。あ、オッケー。ごめんなさい。です。はい。なんでもないです。あ、大丈夫。準備 OK。 じゃあ行こうぜ。いいです、やめてくれ。おい、皆さん、皆さん、ファイガーにしてくれ。皆さん、ファイガーにしてくれ。よろしいか。じゃあ、いつでもいいぜ、いつでもいいぜ。こいつのあれだね、バックでやられてる。のせいか。ただ一体だったよ。久々すぎてタイミングが。いいぜ。あ、でもリング持ってなかった。持ってますよ。いや、ポイントさ、稼ぐのに。アイテムを集めるかなんかな。そうそうそう。スピー欲しいね。そうだね。魔法使うんだ。合体攻撃私んだったらそれに合わせて私ファイヤーとか。了解了解。ファイヤー剣とかできるんで。今の私弾飛ばす系なの。これ、ああ、なるほどね。そうそうそう。オッケー。超合わせづらい。噛み合わないぜ。噛み合わない二人の珍道中だぜ。
死んでしまう。それとダメだ、おい、なんと本当のこと言うのことは心えぐるからやめろ。いいか、人間が一番怒るのはな、帽子の時よいしょ。遠距離操作だとね、剣になったとしてもあれなのよね、ファイヤー剣の部分をその場で振っちゃうからね。OK、 歯車やべえぞこれ、下手くそ2人のでもそこそこゲーム回る時長い2人が、そうなぁ、子供の時からやっているはずなのよ。海の角が子供の時ってたらもう50年ぐらい前だもんね。なんて50年50年前言うた、海の角が子供の時ってたらもう52年前ぐらいだもんね。それ別の人生を呼んでる時やな、きっとな人生2周目きっと生まれ変わる前の話じゃないかなおじさんすぎ。でもほら、あのゲーマーグランマーとかもね、いるからね。まあね、6、70歳でね、ハコトすごい人気ですもんね。フェスにも認定されたとか。ああそう、すごいね。確か知り合いの配信者の方も今64歳だったかな、64だか5歳だか。うん、現役でこう配信されてて。ああそうゲームをしつつ、経営も一緒にやってるっていう方。ああなるほど、年代いつの間にかさんっていう人なんだけど。かさん、そうそう。へえ、なんかいつの間にかなんか、じゃあもう動画見ててもなんかいつの間にか編み物が出来上がってるみたいなそうなんかな、編み物の動画を見たことない。出来上がってる。元々ね、いつの間にか62歳さんだったんだ。ああなんか俺ツイッターのタイムラインに一回流れて、ああそうかもしれない、ちょっとあるわ。うん、あ、それ、うんなつのあれか、じゃあ流れで。あ、そうだね、あの、いいねとかリツイートしてた影響かもしれない。はい、あの、面白い名前だなと思って、いつの間にか62歳だけど、なんかあの、あれだよね、ツイッターの名前、いつの間にか62歳、かっこ現在60何歳みたいな。そう。感じになってるよね、そういうことある。多分、いつの間にか62歳ってアカウントで作っちゃったから、年が、ね、になるようにする。そう、あの年齢変わるのかなと思ったら、そこは変わらずに62歳のままだったんで。なるほどね。あ、おつぽらさん、およろしく。よろしくでーす。そしてありがたいことに間違いなく、なぜか裕福だけど、もう合わせようか、合わせるよ、いいよ、合わせない、合わせない系ね、この人ね。 OK、 ガケ持ちかもしれない。あ、なるほど。あの割にはあれかライフないから違う。あ、そうか。上原愛が戦闘してる、なんか俺一応だってこれ女性ですからね、性別もちょっと裕福だからね、ちょっと女性らしいこのなんか あれがないだけで肉付きは悪いわそうそもそも肉がない、でそれのね体なんで、できればあのファイラか合わせてくれると。オッケー、はい、もしもし、あ、まだ、あ、答えいらっしゃいませ、こんばんは。ちひといつもやか、待て、俺がてか他の人の名前が見えないんだけど私だけあ、ね、そういうバグがね、あるらしい。あー、まだ治ってなかった。これ、うなし、これファイヤーかファイヤーかで、あれ、あの、合体魔法をしてくれると、このすごくここ通りがいいという。そうだね、そう、だけないじゃダメか。これはね、一旦マジックファイルを狙おう、じゃあ、行こうかな。うん、これでしばらくは大丈夫だ。あ、じゃあ、みんな、じゃあ、お願いします。鍵、やべえ、ちょ、久々で、このティダ村の、あ、わからん。覚えてる、みんなし。ん、ティダ村のマップ。この右下はアイテムだね。あんた、いたか。15ギル。ミスリルベルトか。ナイス。もう上原愛の分身と言っても過言ではないぐらい私上原愛ですよ。マジか。上か。全部の敵倒さないんだったら上で大丈夫です。ナイス。こっちだからでもいいかなと。サクッと回って。はいよ。違う。はい、もう最近なんか自分が上原愛なのか実況系マーボなのか分からなくなってきたね。鼻に。やばいね。アイデンティーがもう上原愛に。
ヘレティが初めて見た。これはないですね。上原愛がもしこれ聞いてたら多分もうなんか事務所を通じてクレーム入れてくるだろうね。いややろ。あ、これちょっと離れてファイがしてもあの糸は一応消えるんだ。そうみたいだね。おーと知ったぜ。どこそファイじゃないかお前ら。微妙に当たってないな。当たってない。ちょっと待って。はーい。たての糸はあれだな、下ネタだな。あれやで、下ネタうち OK だけど、ウミナスはクリーンな配信だから、ね、いや別に禁止とかしてないよ。うちのリスナーさんは言わないっていうだけで。アンにアンに言ってる。私自身がね、積極的に言わないからじゃん。申し訳ない、積極的に。あ、いやだな、積極的に言ってるわけじゃないですよ。あ、そうな、ごめん、勘違いしてたわ。何タイタルと。積極的になんて言ってないですよ。気づいたらね、私は言いたくないの、本当は。言わされてる的な。そうだ、もう。いや、もうなんか求められるからさ。察するんだよね、やっぱり。損害賠償請求やって。違うんだって。さっそく行こうぜ。違うんだってで。みんながほら、もう、ね、このぐらいになってくるとさ、もうチャット欄見るだけで、あ、なるほどね、これみんなが求めてるの、これねっていうのが分かるようになってくるのよ。俺は本当は言いたくないけど、こうみんなにいやいや言わされてるっていう。その場の空気というかね、空気を読んで、そう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 。仕方ねえなっていう感じね。そうだよ、そう。全タイム。やめろお前ら、本当のこと言うのやめろ。これ飛ばせるようになったんだっけ、もう。まだです。中旬って言ったけど、言ってるけど、そろそろかな。中旬、後半にかけてな。後半にアームストロングなんとか、アームストロング法みたいなあったよね。あったね、ちょっと忘れたけど。おー、アーカイブ、VGC アーカイブさん、いらっしゃいませ。続き、いらっしゃい。何が何が、今下ネタ要素あった。サクラと打ってくれ。なんかあの人が倒されるし。ちげえよ、なんでだよ。アームストロングみたいな、アームストロング2回言ってるから大丈夫みたいな、ね、そんななんかシーンがあって。銀玉ね、めっちゃ見てたんだけどね。キャラ合わせない、ファイヤー合わせるからキャラ合わせない、そういう知らなきゃいけないわ。いつでもいいよ。オッケー、あとはもう普通にファイヤーを打ってたら、オッケー、ナイス。なんか普段自分がルーレットをやんないからさ。気づいたらルーレットが終わってることがある。ああ、なるほどね。ジャックさん、いらっしゃいませ。こんばんは。ジャックさん、いらっしゃい。クイフシーシー始めたんさんが調べてきたと言ってますが、元ネタ何だったの。そうだった、そうだった。あ、なんか雪祭り、そろそろ、そういうな。雪祭りの、あ、そうだ、雪祭りの、なんか、彫像を作った時に、そうだ、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング法を作ったんだったわ。思い出した。クルッポーさん、いらっしゃいませね。こんばんは。下ネタだったね。下ネタだったね。ごめんなさい。じゃあ、俺は悪くない。机にが、机にストロング法を出したのがいけない。俺のせいじゃない。で、VDC さんね、こちらは、プレステ4のゲームですね。ですね。嘘ついてねえだろ。嘘ついてねえだろ。今回は届ける手紙がなかったくて。と、スイッチとかスマホでも遊べますね、こちらは。そうですね。本当に帰るくぽ？ジディアス。もともとはゲームキューブの人生というのは成功することよりもしか、だから失敗しても後悔しないように生きていくの途中でいいやつ。お、深い。深いが、どうだろう。いや、生きるよ。お小遣いをじゃあ、ギルだけあげようかな。お前もね、単発高速ダウンすんじゃない。よいしょ、オッケー。中でも平気ですよ。違うんだって。いや、お前らほんと気をつけろよ。お前、コラボ配信だからな。向こうの配信にも俺の声乗ってるんだからな。はい、気をつけろよ。そうね、あの、コメントも拾ってるからね。アーカイブに残るよ、みんなのコメントが。そうだぞ、お前。みんな寿司はお前、あれだからな。俺のチャットの、いや、1位だった。
そんなの関係ない。そんな関係あるわ。そんなの関係あるわ。潔すぎるわ。やべえ。はい、野呂さんいらっしゃい。いらっしゃいませ。野呂さん、お金お久しぶりです。マーボの扱い分かってきてるね。そうやな、まあ俺ができないではある。はい、私は何も取れませんでしたと。ドンマイ。まあ一週前のね、あれだからね。ああ、まあ確かに。いやめろ、なんかそういうなんか変な団結やめろ。みんな団結やめろ。変だろうな。ちょっとステージ選んでもらっててよろしいですか。ちょっと飲み物だけ取ってきていいですかね。了解で、どこでも大丈夫かな。ああ、もう私はどこでも。はいはーい。それで、参加したい方いったら言ってくださいね。友達でお誘いするの。場所ね。とりあえず、テラっていうとこね、多分行ったことないとこなんで。そうだね、いつも慣れ流さないね。忘れているんでしょ。いつもなんかトイレ行くとき流してるよね。ここかな？もう少しドラマやる。はい、了解です。ミスシが案外長く時間かかって。わかりました。ジャックさんは最初のカニ倒したとこなんですね。最初のダンジョンだね。この後もね、冒険は続きますので、楽しんでくださいませ。多分漏れちゃって床掃除してる。マジか、それは結構時間かかっちゃうね。で、私の配信でも、マーボさんの配信でもね、それぞれのフレンドコード表示させているので、参加される方はフレンド申請よろしくお願いします。ごめんなさい、こっちのマイクオフでした。すみません、戻った。そしたらですね。あ、まだか。今どうです？あ、大丈夫です。今大丈夫です。はい。で、まだね、レベル1で行ってなかったレベナテラっていうとこがあるので、うん、ここ行ってみようかなと。あ、レベナテラ。うちなんか、また最初のカニ。あー、リバーベル街道のところかな。数式次元波動爆縮放射器麻婆。ね。略がマーボン。マーボンのとこだけ。初。歴史書に書かれているだけの存在だった。はい、一円さんでいいのかな。今日はですね、コラボさせていただいております。正気がない。皆さんはツイッチの方でね、配信してるんですけど、私のあの動画の説明欄の方にもリンクありますので、暗闇によかったらそちらの方から飛んで見てみてください。はい、よろしくお願いします。それ以降悪いなもんなこ、その時代はなかった。ムーニーマン、もしかしたらおむつ履いてるんかい。その時代を蘇らせることができるのは私たちなのかもしれない。そんな夢を抱えて旅を続けたいと思った。このダンジョンやった？いや、初なんだ。なんかホーリーいっぱい必要なとこだね、ここ。ちょっとチラッと見た感じね、あれやな、海夏のこのそうね、まず息がぴったりなところをみんなに見せる、あれやね、取らないとグラビデも必要そうだね。お、VGC さんは何の RPG を始めたんだろう。これのままでいいかな。ボトラーとかボトラーとかさ、FF11 が出た時に流行ったね。あー、なんかね、オンラインゲーム全般だよね。どうやるんだっけね、何が。エンドオブエタニティ。あ、そうか、レーズリングとかないもんな。とりあえずまだ持ってないね。レーズを入れるところと、んー、ファイヤー一旦のファイヤー抜くか。どっちファイヤー抜く。ファイヤーを抜いて、あ、どっちがいい？いや、グラビデするなら、違うのにしとかないとなと思って。うんうんうん。で、ブリザードとかの方が敵凍らせられるかなと思って。ほうほうほう。じゃあ逆にこっちはブリザードを抜いておこうか。あ、いや、で、ブリザードリングも抜いて、で、レイズを拾ったらここに入れて、いや、あ、そうか、大丈夫か。で、ここにじゃあ、ブリザードリング入れておけば。OK。行きましょうか。はーい。あっちゃん、体を試したらいいかな。魔法攻撃に耐えるか。オッケー。ああ！おっと？これはどうしよう。ブリザードでいけるかな？効かねえな。ブリザード効いてないな。結果もしかして。グラビデか。オッケー。じゃあ俺レイズかますわ。ええー！グラビデ？グラビデ。オッケー。マラゼロ。違うの。物理だ。普通に殴るしかないんだ。殴るしかない。なるほど。まあ、なんだよ。初見の敵はちょっと困るね。さあどっち行こうか。一応サイズ。とりあえず時計回りに回ってみようか。あ、ラグがあるから仕方ないね。コマも飛んだら、あまーん。そしてホーリー案件がいる。ちょっと待って殴る殴る。あ、出てきても殴っちゃダメなのか。聞くよね、聞くよね。出てきたら殴って
ブレザードか。オッケー。はいはいはい。ちょ。はい。ああ、見た？ポーリーからのレースであいつ。あ、そうなの？うん。今は普通に私殴り倒したけど。おイエス。俺のおかげじゃなかったぜ。イエス。未確認生命体。じゃあ、これやポーリー。ポーリー案件だ。ポーリーじゃない。モンストか。あ、違うか。グラビディかな。あれ。ヒタチはあれやで。片手離さなきゃ。あ、違う。別に聞いてない。ボツに聞いてない。全然聞いてないね。あ、以上に。あ、これは。大変だぞ。みんな私先輩以上にここは大変なとこだった。大変なとこだったよ。結構あれね、魔法が重要やね。やっぱよかったわ。落とす必要ないんかこれ。いやでも落とせば、あの、なんだっけ、あれが無効化するから。ああ。無力化されるから。あ、来た。フィオナさん。ロミミさんです。あ、でも、殴って聞いてる？なんで俺の聞いてないの？なんであの方の聞いて、俺の聞いてないの？あ、はいはい。ああ、はいはいはい。フィオナさん、あ、ごめんなさい、ちょっと、お願いします。あ、はいはい。とりあえずじゃあ、あの、野呂さんにはめてもらって。のじゃこ。ああ、なるほどね。全部はここに誘導してもらおうかと。ほんとね。ありがとうございます、一円さん。グラビューってそうなんだ。目から1ダメなんだ。了解でーす。バズしか引かないんですよね。あ、おう。あ、これケアです。ダメだ、ズーム。俺はなんかこぎつかないっぽいから、とりあえず俺は魔法でいいよ。まだいた。あれ、まだいた。水まだいる、まだいる。まだいる。下ネタを聞いてる人だったらもう俺は話すことがなくなっちゃうから。ありがとう。まあ、レベナテラー結構大変やな。危険だと不迷うね。なんだそんな名前。そうそう、思い出した。あ、なんかあの当時レベナテラーのなんか攻略を見ようと思って、うん、調べたのよ、サイトを。そしたら、うん、続編の、うん、あれが出てきて、そんなギミックないけどみたいな感じで、めっちゃなんか、普通にも出てくるダンジョンなんだよ、上か。ね、あ、そっちやってないんで、私はあれなんですけど、私もやってないかな、それは。この鍵さ、ずっと野呂さん持ってってけど、どこにはめるのっていう話よね。絶対に。あ、死んじゃった。した全部回るなら、いいとこにはめちゃダメっていう。はめないっていう話だったからね。早く早く、よし。な、あいつか、なんか、あれか、ギラハンみたいなやつがなんか氷投げてんだな。あいつもあれか。ただね、まあ、野呂さんっていうか、あの、今コメント欄にいらっしゃる、野呂みみさんっていう方で、あの、以前もね、参加してくださってる、うん、あの、モサの方です。みんなし？アイテム回収しました。ウッキリプロファイル、私、うちのコメント。ウッキリプロファイル。あ、いや、じゃあ、バーン、サン、サン、セッソン。ってな。これさ、レイズ、めっちゃか。そうなのね。FF だ、FF ってほら、あの、ゾンビ系、戦うなんて、バカ。28年目、おぉ、キャラバンとして、出発した年の生まれた子が、もう30歳になっちゃうぐらいの年の、あれやね。28年やってた。まあ、私の教育に関しては、まあ、あの、別で受け止まっておりますが。日立は両方使うから今できねえっちゅうの。デドバだったらできるけどさ、日立の CM のあの、あれを言わせようとするの。わからない。ダメだね。クラップクラップ。クヨハンズ。あ、下？あ、なるほどね。なるほど。さっきのところに多分はめちゃうと、そのまま違うステージに行っちゃう。で、あそこにはめて、さらに鍵を取って、厄介ね。正面開けると。なるほどな。今日はだから夜はできないんだって。ありがとう。バルキリープロファイルはやったことあります？なるほどね。あ、めっちゃ面白いからね。携帯ゲーム、なんかあの、現世で死んだ戦士の魂を深海に送って、あ、そうっていう話だよね。だからすごいなんか俺の中二心をくすぐる
そうそう、あれはね、ちょうど中2じゃないけど高校生の時に見てやった作品。かなりハマったね。内容面白い、超面白いよ。シリアクイーンっていうキャラクター、アルケミプロファイルは確かにね、2も面白かったね。片方しか入れてあげられないな、結果に。よろしく。名前が分かった。クリア、オッケー。とりあえず魔法は任せろ。日立やだから、ボール使うやつだからできないっすよ。あー、無理だぞ。ごめんなさい。あれや、あれ、みなさんあれや。グラビで。グラビで。グラビでや、グラビでや。あ、ちょっと待って、消えた。あー、俺どこ行ってんの。あー、こっちか。見失っている。さすがにやってる。あれ、あれ、あ、違う。あ、今、来てない。あ、来た。来た、来た。あれ、あれ、ちょっと、現世に飛び戻そう。あれあれあれ、伝わったけどさ。読まない。教育はできない。やり方がもしかしたら、あの、クーちゃんがよく知ってるから、クーちゃんに聞いたら分かりやすいかも。俺よりもクーちゃんの方が知ってる。あれ、グラビーじゃない。あ、俺が間違えた。みんな、ハウ、ハウ、新しいアイテムや。なんやこれ。当たんないらしい。あ、した。オッケーオッケー。まあ、いいんだけど。どうするよって話。これを教育する？あ、いける。わかんなくない？多分ね、なんかね、石碑みたいなのあちこちにあったから、あ、そうなんだ。もしかしていろんな種族できたら読んだらわかるのかもしれない。 あるよね、その種族じゃないとわかんない。そう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 。スラークね、スラークとハンマーはちょっとね、練習したいなと思ってるけど。白笛はいいです。白笛はいいです。大丈夫です。ありがとう。アークライブさんが優しい。なんだこのコメント欄のこの温度差は。なんで海の巣の方のコメント欄はほっこりして、俺のところのコメント欄はなんかギスギスしてんだよ。VCアークライブさん、ちょっと優しいんだよ。いいかな。あ、こっちか。これは回ってくるパッキンかな、もしかして。あの、いじられキャラやからや。いじって。ここ最近なんか冷房入れると寒くない？あ、今日特にね、昨日までと同じ温度にしてたらちょっと肌寒く感じる感じだね。そうよね、寒いっていうか。ってことで日立。日立はあれね、一ダンジョン一回手離さなきゃいけないからさ。光が光るね、夜に合わせた魔法を受けてその色に合わせた追加効果。ごめん、どういうことなんだい。日本語でお願いします。たまたま私会ってたの、あの石板の上でブリザードを受けてたけど、で、開いたから。違うね、操作してるからね。はい、読解力解向けって言われてるぞ。本当のこと言うのやめろだ。グラビデハン、グラビデハン。当たんない、当たったな。グラビデリングとホーリーリングは早めに欲しいね。そうね。単体で処理したいよ。なんだこいつは。これがケルベロスか。オッケー、ケルベロスのクックか。あ、違う。上か。上で、上で、上で。なんかいた気がしたけど。それは気のせいということで。一旦戻ります。お、一旦戻りますだって。ドロミンさんが言ってる。オッケー。待って。あ、いや。了解、了解。ちょ、待って、ちょっと待って。あいつまで倒す。あいつ倒す前にサンダー受けなきゃいけないんだよね。サンダー受けて、焼いた。敵からのさ、攻撃の魔法じゃないとダメなの？んじゃないかな。その状態異常にならなきゃダメってさっき言ってたから。あ、こいつか。あ、だからこれあれか、倒しても一定時間であの魔法使いみたいなのが復活する。あ、行ってないところをコンプするために戻る。了解です。なんか、あ、ここは来るもんね。私は将来的にこのゲームをプレイしたいと思います。面白いですよ。ぜクロスプラットフォームでできるので、無料版が激アツなんで、将来的にと言わずにも今ダウンロードするんだ。 VCG VGC アーカイブさんでもホストの人がいれば一緒に遊べるので、海外がどういう仕様か分かんないけど多分一緒で。ダウンロード NOW。 ほう、じゃあ私たちと一緒ですね。何で笑うんだよ。笑うんだよ。合ってるだろ。合ってるだろ。パキーンってなった。すいません。殴り落としてるよ。あれ
数は B に合わせた魔法数。あ、なるほどね。これブリザード打ってってことね。そうだね。あ、どうしようかな。ブリザード誰か持ってる？ちょっとさっき外しちゃったんで。はいはい。どっちでもいいんだけど。誰もいない。え、ここに当てるだけでいい。いや、そこに。あ、いたわ。あ、なるほどね。打って、凍らせて殴るみたいな。ああ。ね、息が合わない。チームワーク、チームワーク、チームワーク。よし、OK、OK、OK。これファイヤー。あれがファイヤーか。なあ、そっち行こう。あれ。あ、違う違う。まさか。間違えた、間違えた。ごめんなさい。レースじゃなくて戦うのってた。もうちょいあの、自分が何のコマンド選んでるかは見やすくしてほしい。痛い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 。ハマってるハマってる。ほら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 。はい。ナイスだ。ファイヤーとブレードとか、ちょっとブレードと。仕事ですね、頑張ってください。へい。たら教えてくださいね。あは遠くにあったの。はい、また次回いってらっしゃい、頑張ってね。またれい、またいい。うわ、うそだ。殴れ殴れ。これは俺が先輩。ホール舞台、ホール舞台あだよ。ホール舞台、クリアする、当たった。え、してた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 。ちょっと待って。全然出した。あ、これか。これはもうきっとあれやね、確実に強い。あ、これ3だ、あれ3だから。裏ビデなのか、裏ビデかと思った。ね、ね、ね、ここに鍵が必要。そうなんだけど、なんだけど、確かに。あ、もう開いてるよ。あ、開いてる。よっしゃ。ペースはすげえありがたいし、すげえいい魔法なんだけど、あんまりおじいちゃんだからもう認知能力下がってるからさ、その速さについていけないのよ。自分のキャラが見える。そう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 。どうすればいいんだろうね。そのやりがいね、わかる。下はやりがいある。バカなの。ストラジャンが来たけど、あれよりも、なんだろうな。ん、何比べるのこれ。乗らなきゃいけない。だけじゃないのか。あ、そういうことか。あ、でもうまくいった。なるほど、状態異常ならどれでもいいんだ。だからファイヤーを受けてればよかったのかな。ファイラー受けて燃えて、ここに走れば OK みたいな。だからここの何個かがスイッチ入ってなかったのね。ファイラー合わせて。いけばいいんだ。上かな。上かな、上。ウェイウェイ、このファイヤー微妙に当たってないぜ、ウェイ。いや、できた。何これ、あ、どうなってんのこれ。手前のやつで操作するっぽいね。あれを踏んでもらわないためなの。踏んでもらわないといけないんじゃないのか。あいつ死ぬぞ。これ踏んでたら、ここの壁落としてもらわないとダメなんじゃない。また分かってないな。ちょっともう一回行こう。これを下ろして、で上乗れば OK か。あ、そこに鍵があったのね。なるほど。どうなってる、どうなってる。俺出ねえんだ、これ。誰か。俺出ねえんだ。壁で見えねえ。壁で見えねえ。あ、左？俺が死ぬ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 。あれやな、一回ソロでやって、あれやな、マップがわからんとわからんわ、これ。そうね、ちょっと悩むな、これは。あそこにあんのか。あれ見せるのは、ちょっとバグなの、なんかグリッチ使ったような感じになっちゃったけど。え、多分一旦戻って、左側なのか、きっと。あは、あ、こっちか。この鍵入れるとこあったやんだ。やべえ、レベナテラ超嫌いになりそう。ここに入れると。はいよ、ナイスナイスが。よし、オッケー。調べるか。どうだ。やべえ、マジで自分がどこにいるか分かんなくなる。左上に宝箱、銀縁メガネ。右下のエリアに行くのかな、きっと。ああ、下にあるのか。氷と炎。オッケーオッケー。
が起き上がらないとダメなんじゃないか。はい、食らってくれ。俺ばっかり食らってる、俺ばっかり食らってる。待って、え、いいの、あれ殺しちゃって開かなくね。え、どういうこと。倒してよかった。左が当たってないね、氷に。あ、いや、左はね、いや、右のファイヤーがまだ。サンキュー。だ大丈夫、なんかマイクすっげえガサガサ言ってるけど、ごめん。あの、ノア君がね。オッケー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 。あー、ごめん。おい、グラブでハーン、グラブでハーン。はーい、いや、しょうがない。出た時に、あ、いやいや、出た時に、ごめん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 。よしよしよし、こっちもこっちもこっちも、グラブでハーン。あ、なに、あ、そしてんのやろ。結局これしか鼻炎のあれで鼻もグスグスいって鼻をすすろうとばっかり入っちゃいますけど、申し訳ない。大丈夫、まあまあ鼻炎はもうずっとあれなんで。ああ、慢性鼻炎なの。そう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 、小さい頃から三段はめ、三段はめ。どういう状況。あーん、いやーん、ポリ外れたの、外れたのだ、まだ。はいはい、行ったの。つや、いや、なかなか半透明やばくない。半透明だとちょっと湧きでボスか。違う、なんでぐるって回ってこないといけないのか。あは、めんどくせえ、ここだよな。おい、誰だよ、どこの誰だよ、どこの手で選んだの。このマップ見てみてやらないと厳しいね。え、これも初めに戻んなきゃいけないの。てか、そこの上を解除するんですね、きっとね。あーあああ、これか、そういうことか。あーあれ、あれ、待って待って、これがすんなくなってる。はい、あ、投げた。このためだけにも回って、なるほどね。で、 目の前にこのあれはあるけど、これぐるぐる回ってこの本どあれを開けてあれするわけね。もうあればっかり、こっちダメなんだ。なんかな、もう一通り回ったような気もする。迷路になってて、さっきのところから行けないとか。うん、こんな感じっぽいね。あんまりマップ把握してないからね。もうだってついてってるだけだもん。下か、よし、ですか。先ほどの正面っていうか入り口まで戻る。いやー、本当だよ、初見には厳しいわ、これ、ね、かなり厳しいね。優しくないわ、ギミック解くのが。ヘルフレア、マーボがヘルフレアってどういう状態。このボスはなんだ、ウミナズシが入っていただけないと。ホーリーの後に比べて、オッケー。爆発じゃねえよ。マーボ爆発ってどういう状況だよ。グラビレ了解。とりあえずホーリーして下に落とせばいいよね。待って、控えね。血なんだ。にゃー、ほっと、奴は四天王の中でも最弱。オッケー、この砲撃かな。バリア張ってる感じだね。リッチじゃない、貧乏そう。そのリッチじゃねえんだな。そうじゃねえよっていう話だな。あ、壊れない。あ、もう終わってんじゃないかな、これ。魔法当てればいい。あ、そう。あ、でも、で、ホーリー、ホーリーハン。オッケー。で、落とせと。ナイスグラブで。だんだんいけんのか。まだ殴ろう、殴ろう、殴ろう。あ、もう一回ホーリー。もう一回だね、ギリギリ足んなかったな。はい、グラビリーナースパッド。俺に合わせるんや。オッケー。オッケー。お父さんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、眠りしょい。そう、弱い中、かろうじゃくなりつきました、こんばんは。あ、くそ、眠いか。あ、今日はね、髪の毛。グラビデの本来の効果ですよね。グラビデ割合ダメージで。なるほど。それでガーンって減ったのか。いや、ここをさ、モーグリのスタンプのためにもう一回自分で来なきゃいけないっていうね。わし、どこのモーグリのスタンプもらって、どこもらってないか分かんなくちゃったわ。確かに。あんま覚えてない。お、西づくめ。もう、あと1回分だよね。マーボさんホストで。
おや届けに来たクポ。ポ。あ、お手紙タイムだね。お手紙が届いているクポ。お疲れ様。あんやん。うん、あれだと、頭はめダウンのことでしょ。な、ダメージだよ。確か、ツイッターで出てたけど、1680ダメかな。頭に1680ダメをぶち込むと、頭はめダウンループに入るらしい。やらないので、あ、取れます。ありがとうございます。あ、取れますぞ。あ、フィオナ、のろみみさんが取れるってことかな。お返事預かったクポ。3人目なんだ。すごい。なんかいいの知ってるかな。何々を拾う系はなんか適当にやっててもポイントもらえるからいいよね。そうそうそう、拾うもんね。とりあえず、ね、お金拾うアイテム拾うが一番いいよね。あ、1個だけ、あ、違う、2つあるな。あ、ゴブリンポケットか。スロット増える。イカサマダイス、あら、アライのメット、出た、アライのメット。ゴブリンポケットかな。アイは魔法キャラだから、ああ、そうだね、やることが多くないと。そうそうそう。だ、結局さっきもポケットがなくて、いろいろこう外したりとかしてたから。第三子。ランク2ぐらいのところがいいよね。ちょうどいいよね。そう。そしたら、ゴブリン行くか。ゴブリンどうですか。ゴブリンの壁ですか。いいですよ。友達。エミナツ。で、フィオナ。ちゃんだから、どれだ？あ、ちょっと待ってよ。あ、こちらは、参加するで待っていいよ。これかな？平和ちゃんこれだってんのかな？名前が出てないんだよね。どう？これだろ。いいぞ、これ。俺のくしゃみの何がいいとこなんだ。ちょっと鼻噛んでくる。ちょっと待ってね。はーい、いってらっしゃい。ゴブリンの壁とかだいぶ懐かしい。2年目に行ったっきりだね。マボニキのくしゃみはお宝よね。そうなの。さあ参加しましょう。今、主は行ってしまいました。落ち着くまでしばらくお待ちください。賢者タイムか。来ました。おかえり。来てるからね。どっちか消し忘れそうになるのね。そうね。確かに。街道を通る者にとってタスクが多い。この音を聞く時のタスクが多い。存在である魔物、おっさんゲーマーはそんな街道から危険も取り払われたけれど魔物たち、ここにケアレレッド行ってピーターチインスパイアーズ、ここに、あ、いいか、ここに来て。マジ鼻の調子が悪い今日。アイテム高い減る。いや、ひたちは、何やねんかな。次の世代へのひらめきみたいな、そんな、次のあれを狙ってますみたいな。いやぁ、こんなそんなに今日は、鼻そうそうございます。ガーッ、ごめん、頑張れ。自分の配信を切れたけどこっちが間に合わなかった。ああ、何してるかわからん。大変やな。あ、こっちもあんま漏れてなかった。まあにょー、ファイヤー、サンキュー。あ、そこ、ミスパテレビのスマが欲しいんだよ。ここさ、初めにちょっとあれやね、敵が多いからファイガーどう？了解。あ、てかもう一人いるわ。あはは、何やってんの俺。あー、もう鼻がズルズルだわ、ほんと。あ、上、あれだけだな。あー、敵がいいのか。ドラミデハーン。敵が終わった。グリンベレー。
何気にレベル2初かもしれない。本当？なんかレベル2ダンジョンに来た記憶がないかな。あのリバーベル街道まだレベル1しか行ってないから。ああそうなんだ。そうそうそう。ちょっとありがてえ。ベースが本当ありがたいよね。クリスタルクロニクルのこの唯一の欠点というか、あ海出し？大丈夫。消えた。語ろうとしたら海出ししかいなかった。ごめんごめん。あキアルありがとう。違う。そういうんじゃないんだよ。そういうんじゃないんだよ。唯一の欠点があるこれ移動がね遅いっていう、はい、相手をいきなりディスるとかおかしいだろ。唯一の欠点がコラボ相手っておかしいだろ。いや待てお前らちょっと待て落ち着け。落ち着け。ナルさんいらっしゃいね。こんばんは。事実ね。いつもそんなんじゃねえって言われてる。間違いない。日頃の行いが。あ。そう昨日ね、海夏市の奥さんの幸子さんの誕生日でしたね。お誕生日でなんか来てくれてたって聞きました。そうせっかくだからもうそれだけは行かないといけないと思って、でそこにお祝いコメントを打って、あそうでスパチャもらったーって。眠気が、あレイズがねえんだ俺。ナイスホーリー。マジックレイズ取ってね。お、ダイヤの元だって。タムネキ夜中、あ、やるかもしれんし、やらんかもしれん。なんかね、パルンなんだけど、俺、圧迫骨折っぽいんだよね、これ。この感じ。圧迫骨折？うん。圧迫骨折自体は、よく起こるんですね。誰でも、結構、知らず知らずに起こす、あれなのよ。あ、その圧迫でかな。その圧でいったかもしれない。その圧でいった。なんかね、背骨のレベルに合わせて、こう、体幹を輪切りにするようなこの痛みが走ってるのと、異様に眠たい。あ、大丈夫か、大丈夫か、すまん。はい、大丈夫。自分がアイテム取っちゃうと、アイテム消失するから、他の人が取ってないのかどうかがわからないっていう。まあそれは仕方ないから、まあ、死にゃしないでしょ、多少遅れた程度じゃ。まあワープ、これだけヒットポイントあればね、死ぬ前にワープしてるから。そうそうそう。痛みがあればね、痛みがあればその可能性はある。あ、レズ、あーごめん、レズ拾ったのか。オッケーオッケー、いや大丈夫。そしたらじゃあ、海夏ベースであれができるかな、ホーリーが。ごめん、すでにレイズ持ってたりするわ。分かって拾ってしまった。お主押しちゃうじゃん。お主あ、こっち行っても何もなかった、まあ、いいか。取ってから来たからね。俺そんな圧かけてねえべ。あ、わしの？あ、そう。わしやつの話？ここあれよね。以前行けなかったとこよね。ああ、左で右側か。岩がたくさんあって。ああ、固まった。マジみんなの攻撃が強すぎて何もしない。ブリザと合わせてブリザが打とうよ。ブリザがパーティーしようよ。ブリザがパーティー、はい。なんでブラビリにするんだよ。違うだろ。ブリザがっつってんじゃん。炎が混じってんのかな。あ、アテストか。テスト勉強か。何やね。弓の寿司はあれ、テスト勉強は
どっち派？コツコツやる派？一夜漬け派？ほぼ一夜漬けかな。あ、ほんと？なんか俺のイメージではなんかコツコツやる派のイメージだったけどな。その人の頭は良くないから最終的にはまあ前日に詰め込んだりしてるけどね。はいはい。いや、ちゃんやらない派。やらない派か。やらなくても点取れるならね。あと一番民かかな。入って。敵になった。あかん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 。あ、俺どこだ俺どこだ。あ、痛い痛い痛い。あ、痛い痛い痛い。大丈夫。テストは適当に、課題は真面目に。ああ、なるほどね。ああ、これあれか、今まで取れなかったあの、はい、見えてたけど取れなかった宝物に。テストの点は最悪さ。ああ、テストの点なんて、テストの点なんてね、悪くても死にはしないんで、留年とかしないければいいと思う。まあ、確かに。留年はさすがにね、あの、マミーパピーにならないようです。ナイスヘッド、ナイスブリザードするじゃねえよ。ナイスヘッド。じゃあ、これでまたあれか、入り口に戻らなあかんのか。ああ、そうだね、宝箱を取るの。ね。ああ、何のことかと思ったけど。ウイルスの話、ね、コロナですね。コロナビールの話ですね。私のね、達人の武器。私、まあ、理学療法士、あの、PT のね、学校に行ってた時なんですけど、は、基本はね、夜間学校って4年生なんですよ。あ、夜間で4年なんだ。うん、夜間で4年生の専門の学校なんだけど、が基本なんだけど、一応の、法律上は、夜間だろうと中間部だろうと、こっちか。いや夜間だろうと中間部だろうと3年課程で、その、受験資格は得られるのね。けど夜間はやっぱりその、授業のその単位数が圧倒的にやっぱり少ないから、どうしてもやっぱり4年生になっちゃうんだけど。なるほど。でもあの、沖縄にはその、リハビリの学校って2つしかないんだけど、あ、そうなんだ。片方は、そうそう、片方は頭のいい学校なのね。ああ、分かれてる。で、片方はバカな学校なの。私はどっちに行ったかは、まあ、皆さん推して知るべしなんですけれども、こっちの方の学校は、差別化しないと、生徒が集まらないから、夜間だけど3年で卒業できるよっていう、あれに切り替えた年だったのね。あ、そうなんだ。切り替わったの？そうそうそう。夜間でだから3年で卒業したんですけど、だからもう学校としても初めての試み、全国で初めての試みだから、もうカリキュラム、だから買ってもね、よくわかってないというかもう、全部あの試験的な感じだから、もうカリキュラムはきっちきっちで、そう。だよね、だって1年分カットでしょ。そう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 。相当詰め込まれてんだ。血の数が多いみたいな。さあ、ブレザーのは、ノアハザードが来るんですよね。ノアズハザードが来る。あれ、早っ早っ頑張ってほしい。眠くなる。もう音楽がやっぱりもう癒しだからね。あとはまあダンジョンが長いっていうのはあるよね。あー、まあ確かに確かに。行ったり来たりっていうので、なんだろう、あの、別にこう、ダンジョンが複雑のはいいんだけど、戻るのはちょっと、だるいんだね。うん。さあ、これで私は、6年目に突入かな。のためのヘイスト。ダンテンダルペアルレイズでヘイストなんの？あ、そういえばなんかあったね。あ、そうなん？まあでもほら、一人だと、ね、結局、届ける手紙がなかったクポ。あ、違う、複数になると結局ほらみんなで魔法をあれしなきゃいけないからね。と前提、確かに。うん、それはもう確かに。え、でもね、失敗しても後悔しない、それはいい考え方。でもね、失敗しても反省をしていかないと父さんみたいに失敗ばかり。ほほほほ言うね。
まあ父は立派と言っておくか。厳しいな。小遣いあげるよ。いくぽ？本当にくぽ？やめろ。またくるくぽ。オッケー。寝なはい。眠い人はたくさん。寝なはい。ダークマター魔法プラス5だ。でかいな。魔法プラ5は熱いよね。持ってんだ。私は持っているのです。私は周年祭に入りますね。そうですね、了解です。はい、海なさしは次の あれを選んどいてください。はいはい。まあでも一番最初のとこかな。ちょっとじゃあ VC だけ聞けときますね。はい、了解です。ちょっと私も一旦席離れます。少々お待ちください。はい、すいません、こちら、戻ってきました。あ、引き換え券ありがとうございます。自分補給しますね。リバーベル街道でいいかな。これで出ましょうかね。こちらの視聴者さんはもう少々お待ちくださいね。今コラボ相手のマーボさん待ちなの。この間にちょっと今このノア君に買ったばっかりのイヤホン壊されたので、ちょっと注文しておこうか。はい、すいません。お待たせしました。ポークビッツ6年目入りました。はい。お疲れ様でーす。じゃあ、こっち、募集立てますね。了解です。ちょっと家族に話して、村長のいらない話を聞いたらすぐ合流します。はい、了解です。ちなみに今ね、マーボさんの待ってる間に嫌な事件が起きまして。この街道沿いの何？さっきノアがーって言ってた時にね、買ったばっかりのイヤホンをね、噛みちぎられた。つらみ。なんか背中に当たると思ってね、背中さすったら透けてない方のイヤホン。はい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 、落ちてた。ちょうどそのプレステ4に出す用のあのマイクついてるタイプのイヤホンね。それのプレステ4についてる、はい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 、それのそのマイクをつけてない部分、右耳の方かがね、噛みちぎられてた。悲しい。とね、1ヶ月ほどだ、このコラボをのために買ったんだよ、本当は。紅葉のマイクを持ってなかったから。あ、コラボするんだったら急いで買わなきゃって言って買ったばっかりなんだ。悲しい。な、それは。かなり残念。まずそれ。またそのマイク、あ、結局使ってないの今それ。あ、使ってる、使ってる、今。使ってるけど、その、あれか、片方、外してる方の。そうそうそう。あ、そういうことね。そう、片耳外してる方を、噛んだり爪で引っかいたりして、はい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 、うわ悲しい。それはなんで平和さん来れるんかな、眠いって言ってたけど。大丈夫だ、奴は来る。お待たせー、シャシャ帰ってきやした。はい、了解。で、まあちょいネタみたいな感じになっちゃうかもしれないけど、5年目が終わった時にそのマグメルの話とかがようやく出てきましたね。あ、そうなんだ。ほうほうほう。そうそう、だからやっぱりなんだ、この段階でラスダンに行くっていうのは、まあ、開発者としてはやっぱりその、もうちょい待てみたいな。そうね。納金だからこっからもう何も考えて殴るぜ。いって。なんか見た目が変わってんな。そう、あ、こいつねすげえ硬いのよ。硬いね。HP 高いんだ。はい。あ、コミさんお疲れ様でした。おやすみ。コミちゃんまたね。おやすみ。いつもありがとう。ちょっと話変わるんだけど、スイッチのマンボさん、あのスタンプ1個解放されてたじゃん。ああ。あれなんかサブスクポイントが15個貯まってればアンロックされるらしい。あれでしょ、次のサブス充電するんだ。サブスクしてもらった数かな、多分。
サブスクのポイント15ポイントいくとあれでしょ、次の2個目のスタンプを作れるってことでしょ。あれそうなんだ。なんか私1個目は改めて共有落としたらできなかったんだけど。あ、なんかね、あのだっけ、サブアフィリエイトになってから2ヶ月か、馬場さんのは早かったね、縛りがあるらしい。だから私もだからあのツイッタースタンプの申請をして、一応申請はできたんだけど、ずっと申請待ちで、ずっと飛んでないから、あの地面に降りるので。あ、そうだ、そう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 。私もそれで、あの私よりも先にアフィリエイトになった人で、なんかスタンプが作れた人がいたから、その人に聞いて、あ、なるほど。なんか俺、そう、全然、あ、なんかコントローラーの引きが悪いのかな、全然進まないんだけど、なんでねって聞いたら、なんかどうやらそういう、なるほど、あれが、そう、あるという。でもツイッチはあのなんだっけ、スタンプもこうこのチャンネルだけじゃなくて、ああ、そうそうそう、他のチャンネルでもね使えるから、そう、それびっくりだったね。あれって死んでね、あのコンマーボを使ってたから、そう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 。でサブスクで、使えるんだったらスタンプとか、あとはそのなんだっけ、チャンネルポイントで開放できる、ああ、開放したスタンプとかもなんか一応使えるみたいな、あの他のあれに。じゃあ条件とかないのかね、なんかどこでも他の配信のスタンプ使えるのはなんかダメな気がするな。フレンド限定とかあるのかな、なんかレベル2とか変わりあるのかな。こんななんか回転するギミックだったっけ、ここ。その話が出てくるってことは、みんな今あれだね、スタンプ鋭意制作中ってことだね。いや、スタンプ自体はね、っていうか、サムネにも使ってるアイコンあるじゃない、あの嫁ちゃんがたくさん大量に作ってくれたやつ、はいはいはい、あれにする予定なんだよ。はいはいはい、いいね。そうそう、せっかく使ってくれてるけど、系のアイコンがもう作ってくれてるから、うんうん、そうそう、そのアイコンが狙いに、ここの時はランク上がってないんだ。パパ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 、このゴブリンいなくなった。ゴブリンはクビになってグリフォンになった。いや、本当にゴブリンがいなくなった。でかいゴブリン。あ、おるで、おるで。あ、本当だ、いた。え？いらないけどね。あんまりもういらないかな。で待って、あとはボス戦でいいかな。もう行きやしょい。いいね、リファベルカイドのこの短さね。いいね、いろいろ回ってもそんな長くないって。めんどくさいギミックもないし、さっきのところさ、なんかいろいろ回って最終的にスタート地点に戻ってきてだもんね。そうでしょ。そう、剣は一本道だけど、長い長いね、ケアルギンガのところね。ギミックもないけど長い長いし、なんか細い一本道とかあって、あ、何だかで見なさい。で、痛い。これで皆さんも周年祭かな。そうだね、これで3つ溜まったんで、ようやく6年目に突入です。パン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 。だけどやっぱりあのホストじゃなかったこっちもクリアフラグは立ってるんだね。あ、本当？あのこっちがホストで募集かけるときに校内のダンジョンが開放されてたから、うん、あ、なるほど。そうそう。このハテナ。まあ、それはそれとしてでもね。クリスタルと一緒で。あれ見たいよね。海夏のイベント戦。全部外して。全部外して。ギガワンサが出るって。っていうのをやりたいよね。あ、正直あんま覚えてないから。質問に答えられる気はあんましてないけど。ね、なんだかんだ海夏はなんかこうイベント戦やる前になんか日記とか、なんだっけ、日記とかこう見返してきそう。
そこまでしないかな、きっと。あ、ほんと？なんか俺の中で皆さん準備万端の人間なこのイメージがあるから。ああ、そうかな。さあ、やるぞみたいな。あ、でも前はそうだったかもしれん。最近そうでもないけど。あ、そうなの？すごいね、思い出が減る。ああ、そうなんだ。食われちゃうのかな？あの思い出減ってくんだ。お返事あ、いや、ノロタンはフィオナで入ってるぜ。あ、なるほどね。で、外しちゃうとその思い出が敵になっちゃうってことか。あ、はいはい、あ、そうなんだ。なるほどね。これがね、そういうことか。そして私、鉄しか取るのがないね。同じく鉄しか取るものないから、鉄もらうわ。俺、なくない？なんで俺、回ってきた、これ。なかったら飛ばすルールじゃないのこれ。いや、一応、選ばないっていう選択をしなきゃいけないんだね。よりによって、鉄って。ほな、じゃあ、みんなさん、周年祭かな？そうだね。少々お待ちくださいな。ほーい。じゃあ、一旦ボイチだけ切っときますね。はい、ありがとう。ただ、この周年祭もその年に、まあ、どんなイベントがあったかっていう、それだけだからね。正直、スキップしてもいいんじゃないかと思っている私がいる。で、とりあえず5年目は黒騎士が遭遇したところから開始したみたいだ、ね。ガーディーが本当の詐欺師だと見たのか。で、この歌がね、ハテナのクリスタル属性を手に入れるために必要だった二つ目となんだけど、あと二つ、これ聞く前に、まあ、グーというか不具合で、ハテナ属性が解放されてしまって、リミック解かないまま終わっちゃいましたね。で、まあ、この後ラストダンジョンに行って、マーボさんホストでね、で、そのままなんだかんだクリアしたって、エンディングを見てるんで、なので、一番濃い年になりましたね、5年目が。まあ、やはり繰り返しになるから、まあ、とりあえずスキップでいいかな、飛ばしましょうかね。5年目の旅が終わって、すべての記憶を失い、ただ光を追う男、黒騎士のことだ。何の記憶も持たずにひたすら前へ踏み出していけるものなんだろうか。いや、記憶を持たないことに苦しむから、彼は光を追い続けるしかないのかもしれない。記憶があったなら、彼だって他の生き方も選べたはずだから。あ、そして6年目に、とりあえず自分の親に話したりして、準備をします。の鎧か、まあ、正直持ってるんだけど、レシピとしてはね。ヘルアーマーもすでに持っているんだけど、まあ、アイスメールの方が、いい高いからそっちつけてったりするからな。アイテム預けるものあったかな？特にない。あ、で、作ってないアクセサリーはないっぽいな。まあ、勇気の武器で、一応少し、力の武器が一番やっぱ上がるんだ。だけど、ざっくり釜っていうのが手に入ってないからな。あれが欲しいね。あ、で、勇気の武器は作れる。パワーソード。ケルベロスの牙さっき手に入った。いらないかな。あとはあれか、村長の足を切ったら終わりかな。敵くやつは帰ってこなかった。君を最後に音信不通というやつじゃ。最近村々で人々を助けて回っているものの噂を聞くたびに、もしやと思うが、まあ他人の空にじゃろうな。こんなことで満足できるような男ではなかったからの。もっとまっすぐなやつじゃったよ。まっすぐなら良いとも限らん。ちゃんと帰ってくるんじゃ。柱が待っとるのは静か、まあ、雫ではなくキャラパンの帰りなのじゃからな。しかしマグメルとはの、確かそれは空想上の村じゃよ。あやつおとぎ話の世界にも足を踏み入れたかの。それでは、いってらっしゃい。いってらっしゃい。終わりました？はい、終わりました。今村長に話して、外出たとこですね。マグメルの話の後ですね。そうですね。確かに、ようやくマグメルの話が出てきてた。よし、じゃあ、ちょっとじゃあ次行きますか。はーい。ちょっと待って。キャラを元に戻そう。
メインどっちなの？マーボさんは。マーボヘザーですよ。あ、そっちがやっぱり一応メインなんだ。うん。そうそうそう、なんかコラボとかするとき、サポートするときとかは、やっぱあれかなと。使える方がサポートできるかなと。はい、思いのもと。でもそのマーボフェザーの方もリング取ってるんだよね。うんうん、一応。うんうん、ただやっぱり魔法の力も弱いし、まあ確かにね、遅いしね発動がね。そうそう、発動も遅いので、そうそう。リゲスの、お、了解。レベル3に。もうレベル3。はい。行きやせんか。はい、わかりました。初だね。レベル3は。いいっすか。いいっすよ。あれ、オンラインだけど、これ平和ちゃんなのかな、わからないんだよね。モモカーでは絶対ないので、一応送るだけ送っとこう。ただ、平和ちゃん寝てる可能性がある。そうだね、さっき爆睡しそうって言ったから、多分もう寝てるんじゃないか。レベル3ですね。いい武器、いいアーティファクトが手に入れたいですけれども。一応ダンジョンは、通常のところは。あ、そうそう、だと思われ。ほうほうほう。私のおじいさんの、おじいさんの、そのまたおじいさんが、まだ子供だった頃。理攻撃に耐えるですね。魔法攻撃に耐える。え、ここで魔法？あ、まあでも一応ほらボスはここ魔法も使ってるからね。ああ、そうかそうか。ひたすら耐えれと。エアールはいらんな。あ、あれ上か。で見づらいよね。上ってやつはちょっと別に映さなくてもよくねっていう。あ、まだか。ダイヤの元。ダイヤの元っていうのがすごいね。なんだろうね。ダイヤの元っていう。クズダイヤとかじゃなくて元だから。かけらとかなら分からへんね。要は、炭素ってことだからね。要は鉛筆の芯ってことなんだよ。フェニックスのダイヤと混合石、ダイヤモンドは全て別だけど、そうそう、全部似てるけどね、こんなような感じがするけど実は全部別々っていうね。ダンジョンごとにキャラクターの周りについてるの色付きのリング、あれの色を変えてほしくない。ああそうね、一回パーティー組んだらね、何か落としたらしい。上からだね、ノア君の。そうそうそう、ノア君はあれなの、海の主の部屋に小屋があるの。ああそう、ああ敵か。自分たちの、パソコンとか置いてある部屋にケージを置いてて、そこで、なるほどね、立ってる感じだね。いや、リビングとかではなくってことね。そうそうそう。あ、俺、全然違うの見てた。みんな違うじゃん。俺の、そうそうそう、全然違う動きすんなと思ったら。言うこと聞けよ。あー、俺死ぬ俺死ぬ俺死ぬ、聞けてんだけど。 Thank you。 大丈夫かい。てかケアルがね、もう少しなんか花持たせてくれてもよかったかなと思うよね。確かにケアルガがなんだっけ、回復の範囲だけじゃん。Thank you。 回復の範囲だけじゃなくて、なんか回復量とかもね。でも変わってないのがじゃないのか、アイディ。まあここは
炎の鎧とか、あとはこっちのケージを炎属性にしたいけど、炎属性とかにしちゃうと行けるところがね限られちゃうから。そうだね。でも完全になんだろう、クリア後ダンジョンだけで良くなったら変えてもいいかもしれないけどね。あーね、でもなんかこれまでと違って多分全ダンジョンを選べるよね、うん、あでもそれは多分あれだと思うよ、あのこのケージが今ハテナ属性だからだ。あなんだっけ、あのクリアハテナ属性になる前の状態で、みんなでケージを選んだ時とかはやっぱり今行けるところしかやっぱり表示されなかった、ね、そういう早さのショック、新しい、あごめんみんなが時計回り半時計で行こうとして、一人だけ時計回り行こうと暴挙に出て今でも動いてんね、あこんな動きあったっけ、なんか動きも変わってるよね、そう変わってないか、あんまりやっぱりね、同じこのちょっとまあアクション、まあ、アクション、まあ、アクション RPG か、うん、だけどこのモンハン、このやっぱり FCC 以降なんだっけ、 FCC とかモンハンはさ、うん、曲調が決定的に違うのよね。あモンハンはこの危機感を煽ったりとか、このテンションをこう上げてくるような、そうね、だけどどうしても FCC はね、なんかゆったりとした曲が多いから、みんな血が引っかかってる、出るか BGM の問題では、白金さんいらっしゃい、こんばん、はい、ですね、いらっしゃい、この倒れ込みもなかったよね、この当たってください、確かに回り込める道だったらいいけど、この回り込めない道で盾使われるとちょっと、ああそうそう、裏取れないもん、ダークソウルみたいな盾構えてるやつにキリでねこじ開けられればいいけど、裏も可愛いからなおさら、激しいいつもの FF って感じの BGM できなかったんじゃないか、まあ、できなかったというかコンセプトが違うからね、そうですね、みんなどこでやってる、ちょっと待って君たち、何、正気から外れてちょっと何なの君たちの精神は、いやもうちょっとサクッといけるかなと思ったら、なんか思った以上に時間があって HP が低いな、おお危ない、あふんギアルでいきます、3周目だけどそんなにですね、今のところは、そうだ、こっちはこっちは、おーいなかったな、でもなんかこんな箱、何フルハこんな箱出現なんだっけ忘れちゃったけど、うん、なんとか出現ではもうオリハルコンとか出てるからね、ああそうそう、ベヒーモスねとかで、クリスタル、もしかしたらあれなのかな、あのこのハクルハとかに行く前にもうちょっとこの辺のダンジョンレベルを上げて進むべきだったのかもしれない、うん、あコナルクルハか、そうだね、マブさん言ったように本来はもうちょっとレベル3とかを先にやっていく、やってから行くんだろうね、本来は多分ね、そんな感じがするよね、ちょっと急ぎすぎちゃうかもしれないね、時間的にここラストですかね、かな、時間全然見てなかったけど、はい、最初のね、あの最初っていうか私が選んだあのダンジョンがちょっと長すぎた、なうわ複雑だったね、そうね、で完全に
タロミミさん頼りだったからな。でも単純ついてただけだからマップも覚えてないし結局あの車の助手席に乗ってるだけみたいな感じだいいですよいいですよ大丈夫だよ寝なさい寝なさいごめんごめん寝てただろっていうかお疲れ様ありがとね多分クシャの疲れもあるやろ。あまたね明日から月曜日が始まるからね。あきょん。あがあがあが。ビリビリやろうめ。すごいビリビリしてる。みんないいだもん。サンダーバンド。あホーリー系？オッケー。合わせよ。よっ。これは本当この辺のやつでホーリー系の敵とかに慣れてから感じなんだろうね。なんかめんどくさい神経らが出てくるなんかこの感覚が短かったもんね。そうだね。あの紫が時々出てきたりとかするやん。ああ。あれあの紫なんなんやろね。なんか違うのかな。あてか人が来てる。来てなかった。ユニミス来た。今つい今か。よろしくって言った。はいらっしゃいませー。こんばんは。はいこんばんは。おいでしょ。これからも入ることができますね。んてか俺コメミちゃんこれコメ読んでなくね。あ読んでるか。はいこんばんは。いやこのムービースキップの本当にアップデートが早く来てほしいね。ここがね本当長いからね。うん長い上にちょっと2年目3年目で少しなんか登場シーンが少し変わるとかね。あの評価点次第か。評価点になるのかな。あれよくわかんないね条件が。押し切れ終わった押し切る。待ってなんか残り残量か減りの値がおかしいんだよ。なんか途中まで頑張ったけど最後なんかパーンってなるじゃん。そうそうそうってなるよな。それで演出ね。確かに FF10 あんな感じだったね。 FF10 とか FF の13とかねあんな感じだった気がする。なるほど俺がやったことないやつばっかりだろ。まともにやったのは、セブンまでだっけ？ 8 も一応クリアしたんだっけ？ 8 はあの、ガーデンが飛ぶぐらいのところまでしかやってない。あ、で、途中でやめてんのか、そうか。うん。フィッシャーマンズホライズンだっけ？なんかあったんですか？みたいな村があったでしょ？なんかそこぐらいまでしか行ってない。面白いのに。すまぬ。キャラにもあまり感情移入ができなくて、戦闘システムというか、あの、育てるシステムもよくわかんなくて、なんかいろいろなんか、ごめん。このアルクル排出源に手がかりがあるかもしれん、ちょっと行ってみる。デナムよ。デナムは、あれか、なんだっけ、シェラの里か、シェラの里のいた、なんだっけ、セルキーの。あ、そのだったっけ。初期の中でも、生きなんかこう、ミルラの雫なしで生きていけるように、そう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 、そう。の人だったはず。あ、リノはね、可愛かったね。ラパラリラパラなんで悪女に入ってるかよくわからないけど。段違いで。あなんか来たね。あれ伝説の武器なんだ。手の刀の攻撃さも欲しいな。ワンダーバングルもいいな。だが、伝説の武器をいただこう。ワンダーバングル。あ、確かに。ワンダーバングルかサスケの刀だ。あ、サスケの刀かな。でもどっちも美味しいよね、プラス3だから。うん、伝説の武器おめでとう。ありがとうございます。一番外れのテーブルです。そうなんだ。こいつも。マジかよ。
あれは欲しかったので、レシピは。そうだね、持ってないこちらとしてはね。そうそう。まあ、最初はね。ここら辺で、そうですね。はい。はい。じゃあ、締めはお願いいたします。あたりが、あ、了解です。はい、ということで、9時からやってまいりました。あー、生配信でね、みんなとコラボで、テーブルさんすぎた。そうだ。いいんだよ。早めに手に入れた方がいいだろ。ということでね、海野さんね、9時からやってまいりました FFCC コラボ配信ということでいかがだったでしょうか。ちょっと、タイトルは高ランク高難易度ダンジョン回りたいって書いてあったんですけど、ちょっとね難易度の高さにちきって手前のね、ミルラの雫の回収ばっかりやっておりました。はい、アーティファクトとかまた集めて、コーナーズダンジョンとかね、チャレンジしたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。で、一応コラボ配信となっておりますので、よかったらね、お互いのチャンネル、リンク等々貼ってありますので、よかったらね、チャンネルフォロー、YouTube だったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。何か、皆寿司は宣伝ありますか？いや、今回は特に。ないですか？了解です。はい、あと、私の、なんだっけ、竜喰砲の動画がまた今度出ると思うんで、まあ、よかったらね、そちらの方も見てみてください。この後はね、まあ、もしかしたらデッドバイやるかもしれん。もう新の配信、はい、頑張ってくださいね。まあ、ちょっとまたツイッターで流しやすので、はい、よろしくお願いします。ということで、本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで、皆さん、おつまぼ。おつまぼ。